お、出た、ピカチュウ。いやー、ピカチュウ出た。いや、探しましたよ、ピカチュウ先生。いや、これはもう捕まえたい、捕まえたい。いや、捕まえたいな。あー、どうしよう。あー、でも殺し合わないから大丈夫かな。ちょっと、舐めさせていただきますね。舐めろ。適度に。危ない。よし、あと一回いけるか。おー、かわいい。頼む。お願いします。お願いします。お願いします。ほんと、マジで。ほんと、ね。ほら、空気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 。おっしゃ。嬉しい。ああ、嬉しい。ああ、ここ一週間で一番嬉しい。お、レベルも上がった。おー、攻撃特化型回路になってしまった。おっしゃ、ピカチュウ。ピカチュウ。やっぱり今回のピカチュウなんか喋ってるね。アニメのピカチュウと同じ声なんだね。ピカチュウ、ネズミポケモン。尻尾を立てて周りの様子を探ってると、時々雷が尻尾に落ちてくる。危ねえな。こいつ近くにいると危ねえな。あ、ニックネームつける。はい、ピカチュウのニックネームは、親分。やっぱりね、ポケモンの中でもね、一番の人気キャラなんでね、やっぱ親分でしょ。ポケモン総大将でしょ。ということで親分。親分よろしくっす。どうも、つみついと申します。というわけでね、ポケットモンスター X、パート4の方をね、やっていきましょう。なんとかね、白檀の森でね、ピカチュウの方をね、捕まえさせていただきました。ね、死にかけ、という。というわけでね、もう手持ちが6匹になっちゃったんでね、とりあえずポケモンセンターの方行きましょうか、このまでの。この白檀シティのね。はい、ここかな？すごいなんか豪華な建物ですね。おデブ何やってんだい？あ、天才、うん、天才天才。君もポケモン元気にしてもらうの？うん。死にかけのやつがいるからね。ポケモンセンターすごいよね。お姉さんに話しかければポケモンは回復してくれるし、捕まえたポケモンはパソコンに預けられるし。パソコンに預けられるって今更だけど、どういうシステムなのかね。なんか、ポケモンをデータ化してなんか、パソコンの中に入れとくみたいなことなの？これがいまいちわかんないんで、今だ。ポケモンたくさん捕まえるとパソコンに送れるでしょ？みんなここにいるんだよね。わあ、踊るな、デブ。そうだ、天才。ポケモンセンターの奥にフレンドリーショップがあるから、あ、今回が統合されたんだ。なんだ、経営不振とかあったのかな。モンスターボールや傷薬を買っておくのをおすすめするよ。おお、さっきの街でもアホード買ったけどね。ま、とりあえず回復させるわ。おい、よろしく。お、映ってるモニターに私の仲間たちが。お待ちどうさま。お預かりしたポケモンはみんな元気になりましたよ。またのご利用お待ちします。はい、こっちは何よ。 お姉さん、僕はフィッティングルーム。ズバリ着替える場所よ。これ着替えられんの？そういえばそうですね、パート1の方ね、たくさんコメントをいただきましてありがとうございます。サングラスね、後で外せるよってコメントいただきましたけど、もしかしたらここでサングラス外せんのかな。もうダサいから外したいんだよね、早速。これか。あ、これで着替えるを押せばいい。おお。おお、外せた外せた。すっきりしたじゃないか。あぶねえ、これでなんかおのぼりの田舎者だと思われない。あぶない危ない危ない。あんな田舎臭いファッションはもうやめだ。おデブはいつまでここにいんの？おデブいちいち動くなよ。そうだ天才。ポケモンセンターの奥にフレンドリーショップがあるから、モンスターボールや傷つけ買っても、さっきも言ったね。眠らせたり麻痺させたりするとポケモンは捕まえやすくするんだ。はい、もーし。はい、買う。え、いらん。こういう系のアイテムって使ってる人見たことねえよ。いらんよ。
買う。お、モンスターボールと傷薬しかない。モンスターボールは今いくつあるんだっけ。あ、やべやべ、買いそうになった。17個あるならいらない。傷薬は、あー、傷薬7個か。じゃあ3つ買ってちょうど、切りよく10にしとこう。うわ、3つ買うだけもう全然金がない。今月どうやって乗り過ごせばいいんだよ。乗り過ごす、乗り切ればいいんだよな。で、ポケモンもね、6匹いるんでね、ちょっと、うん、誰かの子さん、誰なんでしょうね。ちょっともう、あんまりちょっと仲間が多いとちょっと、鬱陶しいんで、ちょっと預けます。ね、まあ税金対策みたいな感じでね、持っといてもいいんだけどね。キープと、虫けらと、はい、で、こう預けます。私にはピカチュウ、ケダモノ、親分、この3匹がいれば大丈夫だ。うん。君らには期待してるぞ。選抜メンバーだ。あ、操作続けない。さて、そうだね。まあ、とりあえずこの街を探索しますかね。なんか。ん？この店は何かな？こんにちは。お。なになに？いらっしゃいませ。よろしければ店内の奥、品物見ていってください。あ、こう、おしゃれショップみたいなことかな。あ、ここでおしゃれできるんだ。これでなんか、この何アバター的なものをなんか課金アイテムでおしゃれにしちゃおうみたいなこと。お子さん、お、このお子さんは何しゃべ、あ、しゃべれた。これは帽子と帽子飾りの専門店なんだ。帽子飾りをつけるか悩んでるところさ。え、君帽子なんかしてないじゃん。それもしかして帽子、この若さでズラ。マジかよ、心中お察しするぜ。たっけー、やべ、買えねえ。540円しか持ってないですが、540円で買える帽子ないっすかね。おい、くれ、帽子。手ぶりって品揃えは全然違うんだよな。あ、そうなの。マジかよ。貧乏人が来るとこじゃねえわ。すごいな、この町の家は。なんか、飾りが、花飾りが。もしもーし。ポケモンが進化しそうな時は B ボタンを押すと驚いて、進化をやめちゃうの。進化キャンセルっていうのよ。それって実際の行動では何をしてんの？やっぱ腹とかドッて殴ってんの。大好きなポケモンなら姿形が変わったとしても心は通じ合ったままやもん。あなたとケロマツは心が通じ合ってる。そんな風に見えるわ。うん、まだ出会ってなんかあんま経ってないから通じ合ってないかも。そういえばね、私のケダモノくんことホルビーに対してなんかこう進化すると点点点みたいなコメントはありましたけどもね。え、進化するとこれよりさらに偶化になるに決まってるじゃないですか。そんなの耳いろるから耳ロップみたいな感じでさらに可愛くみたいな。お、何、色黒、色黒マン。よいしょ。この町のジムリーダー、ビオラ様はカメラマンなんだ。盗撮壁があるのかな。ポケモンジムにポケモンの写真を飾ってもらうため、虫タイプのポケモン探す。あ、虫タイプの人か。はい、ネタバレー。虫か。そうなると今私の手持ちで有利なやつはいないね。ケダモノなら、ケダモノじゃねえや。エテコーならいるけど。エデコーは一軍じゃないしな。カロチオでもらえる数々の順番地。説明聞きたい？一応聞くかな。あー、いいわ。めんどくさい。なんか、この辺もなんか、ろくなもんじゃねえな。ジムはどこにあるのかね？てか、この、うわ、すごい。え、これは、あれじゃん。あれ。あれ。あのポケモンじゃないか。なんつったっけ。ポケモンセンターの隣のブティックを、うん、覗いた覗いた。貧乏人は入っちゃいけないとこだった。少年、僕は大人だからね。スーパーボール持ってるの。トレーナー一つを、ありがとうございます。ほんと土下座したい、この子に。スーパーボールはスーパーなモンスターボール、つまりモンスターボールよりもポケモン捕まえやすいってこと。なるほどね。まあ知ってるけどね。ポケモンと一緒に隣町の大冒険、今も思い出せるな。野生のポケモンは人を襲うって聞いたし。人を襲うよね、ポケモンって容赦なく。すごくドキドキしてたっけ。仮にポケモンやっぱ持ってない人が草むら行くとさ、やっぱポケモンに殺されちゃうみたいな事案があったりするのかな。そう考えるとここは恐ろしい世界だよね。時は世紀末、世はポケモン戦国時代。ポケモンって本当不思議。トレーナーズスクールで教わること全部驚いちゃう。
人と交換したポケモンは育ちやすいから早く強くなる。でもね、ジムバッジが足りないと命令を聞いてくれないの。ポケモン交換せよ、私と君は知り合いだ。さあどうだろう。君の、やめろやめろやめろ。はぁ、なんで私の毛玉と君の王将を交換しないといけないんだ。やだ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 、しないしないしない。は、残念だった。ショップで買えるものが少ないとお悩みのあなた、ジムバッジを手に入れなさい。そうすれば商品も増える。はぁ、そうなのね。ここ座ったら、お、デート、デートモード発動。女子高生、タイプの相性をマスターすれば強い相手とも渡り合えていい感じ。なるほどね。あ、ここスクールか。スクールはちょっと通っとくか一応。やっぱ学歴は欲しいしな。先生、なんか急にすいません、なんかすごいの教えて。むむむむ、君は新顔ですな。よろしい、これ持ってきなさい。お、ブラスパーは多分使わねえな。まあ売って金にしよう、生活費にしよう。ほらこれ、あ、くれんの小池。やべえ、生活費がどんどん。え、ポケモンが、え、違う、トレーナーがいろんな道具をどのタイミングで使うかでパートナーを助けられるんですよ。でもこれ一旦消費しちゃうっしょ。なんか君も知ってるようにポケモンは道具を持てるんだ。うん、うちの毛玉な拾ってくるぞ。タイプ相性か、水は炎にバッチリだよね。やー、はーい、はーい、よいしょ。技にもタイプがあるの。技のタイプとポケモンのタイプが同じな。はいはいはい、なんだろ、急に知ってることを教えてくれる系かな。うん、そうだな、なんかビッグなお世話スクールだ。あとはこの街、ん？何これ？誰？ねえ、ローラースケートで駆け抜けると最高だよね。もしかしてあなたローラースケート持ってないよ。あ、てかローラースケート、さっき駆け抜けてた不審者ってこいつかな？私にかけたローラースケートは、ポケモン勝負。でもどうだろう。勝てる自信はないけど、ローラースケートは欲しい。しよう。っていうか、親分一切育ててないけどいいのかな？ローラースケートのリンコが、リンコちゃん。あ、でも一匹か。一匹ならなんか、3対1なら勝てる。ピカチュウ。かっこ偽物。お、なんとか勝てそうだ。よし、じゃあまずは、舌で舐めちゃおうかな。え？あ、そっか。あ、これはわかるわかる。ゴーストとノーマルはなんかね。そう。ね、知ってますよ。今のはね、わざと間違えたんですよ。今のは悪い見本ですからね。先生が悪い見本をわざとやってあげました。よし、まあこのぐらいのハンデは必要かなと思いましてね、やっぱ。よし、忍者の電光石火、爆笑だぜ。そうだ、あれかな、ルリリってノーマルタイプ持ってんのかな。前持ってなかったような気がするんだけどな。トップスピードになる前に勝負終わっちゃった。520円。やったー。これで明日のご飯が買えるぜ。うわー、すごい。ジムリーダーより強い。マジで、ここのジムリーダーそんな弱いな。はい、約束してた、これ。お、ローラースケート。やったぜ。大切なものなんだ。はい、説明書。どんな靴にもぴったりフィット。すげえな。革靴とかハイヒールにも。スライドパッドを動かせば、ウィールが飛び出し、地面を滑走できます。ほら、あなたもこんな風に滑ってみて。あ、ほんとだ。すげえ滑る。うわ、すごい。うわ、楽しい、これ。どんな靴もアタッチメントでくっつくローラースケート。すげえな。おしゃれも楽しめちゃうね。すげえ。うわ、すげえ。うわ、やばい。これ楽しい。で、ここ何？何屋さん？あ、ここ、ん？なんか、エフェクト的になんかちょっと入っちゃいけない。ジムじゃないか。おー、スミライのチャンピオンの人かな、あれ。あんなやさ顔なの。おー、スミライのチャンピオン。おー、初めてのジムチャレンジだな。ドキドキしてるか、ワクワクしてるか。なーに、大丈夫。君にはポケモンがいる。っていうか、勝負するのは君のポケモンだもんな。そう、他力本願。私、他力本願で名を上げようとしてる。バーを調べれば、ジムリーダーたちのいる部屋と行き来できるぞ。おっと、その前にアドバイス。このポケモンジムはみんな虫タイプのポケモンの使い手ばかりだ。それ困ってるんですよね。
困ったなぁ。とりあえず親分のレベル上げないとまずいよなぁ。どうしよっかなぁ。とりあえずもうちょっとこの街見てからちょっと考えよっかなぁ。あ、なんか22番でなんか急に数字がでかくなった。こっちは行っちゃいけないっぽいな。お得な掲示板。ポケモン勝負に回すときに、はいはいはい、はいはいほーい。あなた、プラトナスからポケモンもらった子供たちの一人でしょ。あなたのケツマロいい表情してるね。ポケモンジムに行ってくれな。ポケモンジムに行けってあれか。ん？これ何？カフェ？コーヒーショコラ、ディアボロ。ディアボロってなんかジョジョ第5部かなんかのボスじゃなかったっけ。そんな名前じゃなかったっけ。あの、すげえ強いやつ。この町もないか。ピカチュウ。ピカチュウ。親分は素早さ。あれ？俺素早さ高い系しか持ってなくね、もしかして。まずくね？あ、でも辛抱強い。あ、テレアで辛抱強い。すげえ、グーカワ。グーカワじゃないか。よし、行くかい。さて、じゃあちょっと行ってみるかね。おお、すげえ、なにこれ。え、忍法蜘蛛の巣地獄。え、わかんねえ、なんじゃこれ。すげえ、うわー、なんかネチャネチャして気持ち悪そう。とりあえずなんかジムの男の子に話を聞きたいんだけど、どうやって進めばいいのこれ。なんか行ける方がすごい限られてるんですけど、これで繋がったとこじゃないといけないけ。うお、捕まっちったよ。ようこそ挑戦者、君のポケモン見せて見せて。見せるぜ。短パン小僧マサオ、短パン小僧はみんな同じ顔。レーディーパか。行け親分。捕まえたばっかり。何にも育ててない。やばい、殺される。レベル10とか。やべ、強いじゃないか。やべ、マジで強いじゃん。どうしよう。育てた方がいい系、もしかして。最初のジムってだってなんかもう結構接待系のジムだと思ったんですよね。やべ、あぶねえ、あぶねえ、ピカチュウにそんなものは効かない。危ない危ない。お、親分、よし。親分もね、こうやって戦力にしていかないと。親分、鳴き声覚えたんですか。親分、さすがっす。危ねえ。ちょっと、あれからちょっとレベル足りねえかな。怖えな。雲のさ、縦横斜め、特に斜めの部分が好きな。なんじゃい。なんか水滴落ちるとか、これはいる。この行動は必要。あ、ちょっとやべえな。親分要介護してるべき場合じゃないのかな、もしかして。あれ、彼とは戦えないのかな。あ、こう言ってこうか。虫ポケモンは進化が早い。そうだね。キャタピーとかレベル10で最終形になるもんね。やべ、1匹しか持ってない系は。コフウライってなんすかなんすかなんすか。あれか、コフキムシの進化系。気持ち悪い。気持ち悪いな。親分かわいいっすね。やべえな、ピカチュウぐらいしかレベル上回ってないもんな。やっぱもうやばいな。ちょっとレベル上げてこよっかな。硬くなったよ。え、なんなのこの虫。この虫、何の虫なマジ。まあ、硬くなってもあれでしょ。特防は上がらないでしょ。うい、勝った。何なんだろうね。あ、フクロウみたいな見た目してるけど。まさか虫からフクロウね。おお、ピカチュウ、ナイス。ピカチュウ。おお、そんなに強くならない。親分、よし、親分強くなってくれ。親分頼むわ。どうに。ドニって変な名前だ。次はちょっと親分でちょっと毛玉に変えとくか。ちょっと親分を介護してる暇がないかもしれない。これで最後。あなたは私という蜘蛛の巣に絡め取れるか弱い。なんじゃこの蜘蛛女。魔性の女だぜ。わあ、魔性の女子高生。
あられちゃん走コクーン。あ、これ親分でよかったかもしんない。親分に経験値がっぽり作戦でいけたかもしんない。いやでもそこそこ強いな。電光石火でとっととやっちゃうか。やれなそうにない。硬くなるしかマジで持ってないと親分に変えてもいいな。あぶねえ。やべえ、死ぬ死ぬ死ぬ、変えないと。ミツハニ、あーいたなそんなポケモン。俺と親分じゃ危ないんで、まあピカチュウにするか。そうそう、こんなポケモン、こんなポケモン、なんか結構結構なんかヤバそうなやつになるよね、進化したら。最終奥義、電光石火ズバーン。よっしょい、よし。ミクちゃん、なんてパワフルなの、あなたを絡め取れないよ。あ、ちょっとやらしい女です。水滴を追いかけて歩くのってなんだかロマンティックね。僕君たちこんなさ、安全の確立されてない場所でよくなんかのうのうと生きてこれるね。とりあえずまあ回復させに戻んないとな。ね、多分あの人がジムリーダーっていうか、ここ女の人なのが、いきなり女の人なんですか。ちょっと緊張しちゃいますね。ね、ジムリーダーだと思うんですけども、結構ね、今のポケモンのレベルって正直きついような気がするですね。だからまあ作戦としてはまず親分に、まあ、かわいそうだけど多少犠牲になってもらって、なんだろう、多少減らしてもらう。でそれでこう毛玉のピカチュウでこう畳むっていう、だちょっとでもね親分に減らしてもらうっていう作戦ですね。かわいい感じがするな。ちょっと僕なんかすごい、うわかわいいじゃない、緊張しちゃうな本当。勝負に挑むその表情、いいんじゃないの、いいんじゃないの、初めての地味挑戦、いいんじゃない、いいんじゃないの、負けて悔しがるのも勝った瞬間もどちらも被写体として最高、いいんじゃない、いいんじゃないの。さてこのビオラ、シャッターチャンスを狙うように勝利を狙っていくんだから。おお、盗撮だ。おお、ビオラ、おお、曲かっこいいな。ジムリーダーのビオラが勝負してくれる。アメトマは、お、水タイプじゃん。親分いけますよ、攻撃さえできれば。攻撃させてもらえればの話だけど。いけ、頼む、攻撃させてください、お願いします、一発ぐらい。ワンチャン、ワンチャンあるで、お、ワンチャンあるで、やれ。うん、親分の出番終わったな。多分ここでさようなら親分、さようなら親分。もうちょっと育てておけばよかった。で、ここで毛玉ですよ。ナイス作戦。毛玉ね、電光石火がありますから。え、電光石火そっちも使うんかい。ちょっと待ってくれよ。聞いてねえよ。聞いてねえぞ。やべえぜ。やべえ、打ち合いだったら下手すら負ける可能性がある。おい、ちょっと、自重しなさい、こら、こら、目。打たせてくれるかな。お、ちょっとずる、あ、そういうことするんだ。マジいな。まだいけるか。あ、泡打ってきた、やばい、これはやべえ、殺された、けだものくん、やべえ、これはやばいぞ。いきなり最初のジムで死ぬという失態があるぞ。とりあえず電光石火から。よーし、勝った。危ねえ危ねえ、次だな。やべ、レベル上がりたかったね今ね。ビビオン、何それビビオン、うわ知らないやつ出てきた。
うわどうしよう、だ舌で舐める、聞けばワンチャンあるな、ワンチャン。まとわりつく、何ですか、ちょっとやめてください、まとわりつかない、な、よ、え、何これ、わかんねえ、知らねえ場所出してきたぞ。うわ怖い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 、ホラー、ホラーサスペンス。麻痺、あ、やばい、麻痺、麻痺ワンチャン、やべえ、麻痺なかったらこれ俺負けんな、これ。やべえ、死ぬ死ぬ死ぬ、やばいなこれ、ご機嫌なぐらいやばい。じゃ、うわまずいなこれ、ちょっと素直にちょっと電光石火とかに戻すか、電光石火さほど効かねえな。じゃあ泡とかにしてみる。泡頼むわ。お、そこそこ、危ねえ、ここで傷薬とか使わなければ俺勝ち、危ねえ、最初のジムでこんな苦戦すると思わなかった、マジで怖かった。いやー別に、なんだろう、ノーコンティニュークリアを目指してるつもりはないけど、最初のジムで負けるわね、さすがにないだろう、危な、あ、水の波動、あ、強そう、覚えたい、水の波動どうなんだ、お、威力60、え、強っ、これはぜひ覚えたい。あ、じゃあもう鳴き声いらんべ、怖かった本当に。怖かった。今のあなた最高、いいんじゃない、いいんじゃない、うん、お、すげえもらった、あなたは、うん、あなたとあなたのケツマロは最高のコンビね、いいんじゃない、いいんじゃないの、何これ口癖、キャラ作り、ほらこれをどうぞ。お、うわー、なんかあーまあかっこよくないバッチっすね、ミツはビオラからバグバッチ。バグバッチがあれば、人と交換したポケモンでも、レベル30までのあなたのお願いを聞いてくるんです。あ、洗脳するってことね。あと、あなたの、と、あなたたちの強さをたたえ、技マシンプレゼント。お、わっとありつく。あ、さっきのやらしい技か。あれ実際強いのでも。技マシンを使うと一緒にポケモンの技を覚えさせることができない。技マシンは何度でも使えない。そうだよね。なんか、そういう仕様になったんだよね。いつからか。まとわりつくの技、しばらくの間、相手を逃げられなくする。なるほど。私の後ろにテントがあるよね。その先の階段の上はすぐに上に戻りまーす。おぉ。ああ。スタッフオンリーみたいな。専用通路みたいな。どこかな。お姉様だ。カメラのファインダー越しで初めて気づくことがあるように、ポケモンといることで見えてくることもたくさんあるよね。そうやってあなただけの宝物を見つければいいんじゃない、いいんじゃないの、あの、鬱陶しくなってきた。二度と会うことはないだ。一生そこに閉じこもっていなさい。お、こんなとこに隠しするか。意外と忍者屋敷みたいになってんのね。お、さん。おー、バグバッチ。いいね、いいね。ポケモンをポケモンセンターで元気にしてあげたと。ミア、例のポケモン研究所に行ってみるといいんじゃない、君にポケモンを託した博士も驚くだろうしな。研究所ってどこだろう、ま、というわけでこの辺かな、このパートは。超ギリギリだけど、なんとかね、最初のジムリーダーに勝ちましたんで、ね、次回までちょっとポケモン育てておこうかな。
はい、そういうわけでね、次回もよろしくお願いします。では失礼いたします。お疲れ様です。